今回のテーマはドラマ相棒におけるネタ会パート2です。このチャンネルでは漫画や映画、ドラマといった娯楽について皆さんと共有することを目的に動画を更新していきます。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。スウィートホーム。新婚の亀山夫妻が一戸建てを購入したという話が警視庁内を駆け巡った。二人は前期最終話に晴れて夫婦となっていた。しかしその家は過去殺人事件が発生した事故物件で、心霊スポットに挙げられるような家であり、カオルの独断により購入したものであった。一国一城の主となり上機嫌のカオル。しかし深夜聞こえてくる物音や窓から覗く人影など、たびたび心霊現象に見舞われる。心霊現象には関心があるものの、これまで縁がなかった右京は話を聞きつけ、事態の収拾に着手する。調べに入った右京はあっさりとその手口を解き明かす。それらは心霊現象などではなく、何者かが亀山夫妻を陥れるために仕組んだものであった。やはり過去の殺人事件と関わりがあるのではないか。その後亀山夫妻は揃って何者かに監禁されてしまう。亀山夫妻にとっては怒涛の2日間、そして災難な新居生活であった。死後親族がその人の生前の言動により犯罪に手を染めたり、親族間で醜い争いに発展してしまうのは何ともいたたまれない話です。今日もこの国のどこかで遺産相続等の争いが起こっていると考えると、死者も安心して成仏できないのではないでしょうか。結婚の先輩としてカオルを気遣う右京さんの優しさも伺いました。しかし霊の存在に期待して着手したものの、やはり霊とは縁がなく、少し残念がる右京さんの姿も見られました。ダブルの悲劇。右京らが亀山宅で談笑していたところ、ことが起こる。隣室に住む夫妻、その妻玲子が変死体で発見されたのだ。彼女はなんとトイレの便座に座ったまま便器にはまってしまい、その末の餓死と判断された。夫は1ヶ月間の海外出張から帰ってきた矢先、トイレで妻の遺体を発見したという。なんとも不幸な事故で事は処理されようとしていたが、右京は帰国したばかりの夫に疑惑の目を向けた。この悲劇の裏にはどのような人間模様が繰り広げられていたのか。美和子の料理をきっかけに集うことになった角田課長や総一トリオ、米沢さんを含めるいつもの面々の会合はかなり貴重で、キャラクター同士がつながるのもシリーズものの楽しみの一つです。彼らのプライベートも垣間見ることができました。犯行に至るまでの犯人の心情の変化が描かれ、視聴者は視聴前後で登場人物に違った感情を抱いたのではないでしょうか。私にはあの右京さんが犯人に同情し、言葉を紡ぐことができなかったように映りました。被害者の死因には笑いましたが、同時に決して笑い事だけでは済まされる話ではないと感じます。近隣住民と関わりを持たない無縁社会が進行し、事故発見が遅れ、より深刻な状況に陥ってしまいかねません。20世紀からの復讐。都内で連続爆弾事件が発生。その犯人が今度はコンビニに爆弾を仕掛けたといい、コンビニ店員が人質を取り、偶然その場に居合わせた薫もその一人となってしまう。爆弾は遠隔操作されており、犯人は店員を介し警察と交渉する。捜査本部に店員の妻が姿を現した。彼女は別居を決意し家を出ようとした矢先、連絡を聞きつけ駆けつけたという。店員は勇気を持って犯人に自分以外の人質を解放するよう交渉し、無事人質の2人は解放される。しかし薫は警察官として自分だけ逃れることはできないと主張し押し問答。そこへ薫の携帯へ着信が。複数の恋愛模様を目にした右京さんの心中はいかに。またしても人質となってしまった不憫な亀山薫。呆れて投げやりな内村部長に交渉役を命じられた伊丹刑事。
そしてご都合主義といいますか、何より不運な女性が登場します。犯人のくだらない犯行動機が事件をより深刻なものにしてしまい、勘違いをこじらせた何とも旗迷惑な人物でした。やはり自分を客観視する能力は一社会人としては必要で、その目がなければ大人になった際とんでもない人物を形成してしまうのだと恐ろしく感じます。皆さんが印象に残っているエピソードは何ですか？また意見や感想がありましたら、ぜひコメント欄までお願いします。ご視聴ありがとうございました。